はい、3、2、1。どうも、よそです。ということで、今回もスプラトゥーンクラブやっていきましょう。今回もね、スプラトゥーンクラブバージョン2ということで、スペシャルアリー B コアリのクラブやっていきましょう。まず、デポン海洋博物館ですね、やっていきましょうか。で、今回ですね、こちら。デュアルスイーパーカスタム今回も使っていきます。よろしくお願いします。このね、前回のクレンボー動画で僕ね、僕いつもね、本当は僕いつもね、銀モデラーとかエヌザップがね、大好きとか言ったんだけど、今ね、ちょっとハイドラントカスタムが一番好きだね。もうハイドラントカスタムと結婚したわ。マジで、だからもう好きすぎた。多分ね、もう、スプラトゥーンクレンボーや多分もしかしたらハイドラントしか使わないかもしれない、鬼の時。今回隠れ顔の時なんだけどね。マジでそれくらいハイドラント、めちゃめちゃこの武器好きって言いときながらね、めっちゃ名前間違えてたんだよ。いや、本当にすいませんでした。デュアルスイーパーカスタム好きな人、すいませんでした。僕はまだデュアルスイーパーとは、ちょっとダメでした。はい。ということで、今回もね、スプラトゥーンクレームやっていくんですけど、今回はですね、いつもね、ガチホコのマップやってるんですけど、今回はね、ガチアグラマップでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。なんだこいつ、何して、なんかもう、腹立つな。よーし、ということでやっていきましょうか。1。まず、初手スペシャルいきます。はい、いきまーす。あれコンチー、コンチー、あ、いいよいいよ。コンチーさんなんか自滅してんだけど、大丈夫かな。でも1キルかもしかして、まあいい、やっていこうか。オッケー、これね、うわ、めちゃめちゃ射程長いな、やっぱりジェットスイーパー。やばすぎ。待って、いきます。はい、膨らまして、ここいそうじゃないですか。ここ。あ、さすがにここいないか。いや、この上とかも怪しいんだよな、ちょっと。あ、さすがにないか。あ、てか待って、ここにまだビーコン置いてあるやん。待って、ちょっと、さあ、インクが足りなくなったら、しっかりとね、雨降らしてインクを貯めていきます。いや、でも、ここら辺にはいない感じかな。ね、ちょっと隠れ側のリスポーン地点から打っていこうかな。あ、その前に言うと、ここ塗っていくか。ほっ。あ、でも、飛んでった。どこ飛んでった？うわ、完全に見失って、もう、うわ、飛んでったの分かったんだけどな。くっそ。この射程、長い射程を生かしてさ、飛んでいきそうなやつをさ、見つけたかったんだけど、ここが怪しくね。こういうね、こう、デポン海洋博物館のね、このガチアグラね、この隙間に隠れてる人たまにいたりするんで、しっかりとね、見つけていかないといけないんですよね。オッケー、ここいないかな。ほっ。あ、怖そう。ちょっと、全然壊せねえな。待って。今回ちょっと大仏持ってくればよかったかもしんないな。ちょっと、あれな、ばらつきがちょっとでかくて、ちょっとビーコン壊すのに向いてないかもしんない。ちょっと、ほっ。あ、オッケー、スペシャル使います。よし。いないのかな、僕が塗ってるのが悪い。今のところ誰も見つけられてないんだよね。ほっ。よいしょ。あ、いた。飛んでった。あ。おらー。よしよしよし。あ、ナナシーさん見つけました。オッケー。あ、でも、なんかリスポーン地点に誰もいないんだけど。あ、さっき死んだなんだっけ、なんとコンチャーさんだっけ。コンチャーさん多分、また隠れ直したんだろうな。自滅して悔しくて。まあ、いや。今のところあと1キルかな。1キルしかしてないんだけど。待って、ここにさ、ビーコンがあるんだけど、ここのビーコン、壊せない、ちょっと、あ、壊した。待てよ。あれ、ちょっと待って、どこ、あと隠れてるとしたら、どこかな、この上、いや、待って、結構全体的に塗った気はするんだけど、まだいる他のところ、もっと、でも塗ってないところあるかも、っていっぱい。ちょっと上登ろうか、上登ります。いや、まあ、でも全然43秒だからね、全然時間はあるんだよ。あ、でもここら辺にさ、なんか、塗らないでさ、隠れてるやついそうじゃない、ちょっと。ここ。いや、この上かもしかして。ここ塗ったんだよね。ここ塗ったんですよね。やばいやばい、あとこれ27秒しかない。待って、全然見つけられないかもしれない、今回。いや、ここか？ここか？いや、待てよ。ここ塗れないよね。あら！ちょっと待て。ガチホコよりもね、この隠れる場所が狭いから、あ、うん？あれ？なんかいるね。あ、コンチーさんいた。最初に死んでたコンチーさん。待って。あとどこ？ここか？うん。あ、待って、ここ。あ、でもいないか。ここ。どこ？結構塗ってんな、でも。どこだろう。よーし、ということで、デポン海洋博物館やっていきましょう。答え合わせですね。いや、二人見つけなかったんだよね。で、この元会長と、やっていこうかなと思います。これ、山やばすぎでしょ。やっていきましょうか。よし、これ。なんか見てるし。さあ、どうが来れたんでしょうか。いや、なんかね、僕めちゃめちゃね、通り過ぎてたらしいんで、みんなのこと。お、ええー、
めっちゃ煽られてる、めっちゃ煽りかされとる。元会長、元会長、どっちでもいいや、元会長はここにいたみたいです。いやマジかー、くそで、ははははは、はははははは、どこにいたんだろう。お、あれ、あー、お、あ、あー、はははは、ここにいたのか。うわ、またやってる、またやってる、またビーコンのモノマネしてるよ、この人も。最近ビーコンのモノマネ流行ってますからね。別に流行ってもねえか。ねえ。なんていうか、はっはっははここにいて、元会長はこの、ここにいました。うわー、でもさ、ここもさ、雨フラッシュは効くけど、雨フラッシュ当たんなかったのか、ここ。悔しい。いや、でもここは塗った気がするんだけどね。そう、だから僕ね、めっちゃ打ってくるんだけど、めっちゃ打ってくるんだけど。いや、僕、なんかめっちゃね、5回くらい通り過ぎたらしいんだよね、2人とも。この場所ね。なんで見つけなかったんだろう。よーし、2回戦目、もずくのをやっていきましょう。よろしくお願いします。で、今回ちょっと僕、やりたいことがあって、僕の心の中にある、いたずらサバさん、いたずらサバさん、僕のこれなんかいたずら心が、ちょっと今回はちょっと出ちゃう動画になります、なるんですけども、今回ちょっと、なんでガチアグラの、ガチホコのマップじゃなくてガチアグラマップでやったかというと、この僕が隠れる番で、このガチアグラに、鬼が探してる途中で、急にガチヤグラが動き出したらどうなるんだろうってちょっと気になっちゃって、急に鬼さんが隠れてる時にガチヤグラが動き出したら、どういう反応するのか、ちょっと見ていきたいなと思って。で、作戦なんですけど、鬼さんが動き出して、1分半くらいになったら、多分鬼さんもね、ちょっとマップの真ん中、ガチヤグラあたりに来ると思うんですよ。だから、鬼さんが真ん中に来ると同時に、僕がヤグラ動かす。そうすると多分、鬼さん、ヤグラに来ると思うんですよ。で、その瞬間、別のビーコンに飛ぶっていう。最低な作戦でやっていこうかなと思います。名付けて、ガチヤグラおびき寄せ作戦やっていこうかなと思うんですけど、まあ、とりあえずじゃあ始まるまで、待っていきましょうか。鬼が来た瞬間、ガチヤグラ乗っていきます。こうやって。あ、鬼が来た！ほい！こんな感じね。こんな感じ。あ、なんか、あれ？ここ、塗られてないじゃん。ちょっとここ、こうやって隠れ、どうなんだろう。ここで隠れたら、結構パワーで押し戻されるので、なるほどね。まあ、とりあえず鬼が動くまで待っていきましょうか。よーし、始まるぞ。さあ、スタートということで、鬼来た、来た。あ、鬼さんあれか、ファミサップ使ってんのか。うわ、しかも初手アメフラッシュ使ってくるってことは、これあれだな。逆球強化持ってきてんの、鬼さん。やばい。俺、コンチ大丈夫、コンチ。コンチ見つかっちゃいそうじゃない？大丈夫かな、コンチ。あー、コンチコンチ見つかっとるー。いや、で、鬼さん、これ、速攻こっち来そうだな。大丈夫かな？今のところ結構ビーコン、僕、今回ね、ボールドマーカーネオ持ってきて、めちゃめちゃビーコン置いてきたんで、オッケー。こっち来るかな？いや、こっちは来なさそう、もしかして。あ、こっちの方行ってますね。ここかな？あれ、あ、まだ、あ、いる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 。オッケーオッケー。ちょ、2分になったら、ちょっと乗ろうかな、ヤグラ。あ、でも向こう行ってるな。あ、行ってる。さあ、ちょっと僕はここでセミをしましょうか、まずは。セミ作戦いきます。はい。あ、言うて来ないな、ここ。はい、3、2、1。あれ、気づいてない！待って待って、怖い。普通に、クリアしちゃったら困るから、こうやってやっとこう。こっち来るかな？異様な光景なんですけどあれ、お兄さん気づいてない、もしかして。あれ気づいてないあれ気づいてない、こっち来ると思う、来るかと思ったら来ないよ。あ、来た。あれ、来ない。どっちに来んの。来ないね。ヤグラ乗ったらすぐ来ると思ったんだけどな。じゃ、もう一回やってみる。1分になったら乗ってみようか。気づくかな。いきます。あ、一旦ビーコン置いて。あれ？
全然来ないね。全然来ないね、これ。え、嘘でしょ。やっぱ全く僕に興味し示してくれない。これがサバさん視聴者か。これがサバさん視聴者の現実。嘘でしょ。え、めちゃめちゃボコボコにされんのかなと思ったんだけど。全然ここ来てくれない。え、待って、やばい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 、なんで。え、嘘、すぐ来ると思ったんだけど全く見向きもされず素通りし、なんか、え、いやー、ちょっとさっきの試合はなんかね、気は取られてたんだけど、なんか普通になんか無視されたっぽいや、僕やっぱり。めちゃめちゃ僕無視しましたみたいな、完全に無視されてたね、さっきの。え、超悲しいんだけど。全く見向きもされなかったからさ、ただ僕がなんか荒らしたみたいな、スプラトゥーン隠れも荒らしたみたいになってるんだけど、まあ、荒らしなんですけど僕。めちゃめちゃ僕が悪い人みたいになってるんだけど、まあ、めちゃめちゃ悪い人か。だが諦めない。さっきちなみにこのハッハッハッハさん、ハッ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 ハさんが、いや、鬼やってたんだけど、今回ナナシーさんがね、鬼やってるんですよ。また別の人が鬼やるとどういう反応するのかってのちょっと見てみたくないですか。見てみたくないですか、皆さん。ちょっと2回戦目もやっちゃおうか。もうさっきはちょっと僕のあの清き正しい心がちょっとサバさんこのまま進めちゃうとノックアウトしちゃってゲームが強制終了しちゃうよっていう、僕のね、このね、正しい心、天使と悪魔、僕の天使の人が、よくないよサバさんって来たんですけど、もう今回心を悪魔にしてガチで矢倉に乗っていこうかなと思います。だからこっからが本番。こっからが本番のあれだからね、ドッキリですから。よっしゃ、ここにビーコン置いてほっで、残り時間1分半になったら矢倉乗ろうか。俺は諦めねえぜ、無視されようが。何、このかまってもらうまでやりますからね。かまちょだからね、かまちょ。みずかまちょ知ってます、かまってちょうだいの略。これ僕が中学生くらいの頃に流行った言葉なんだけど、やってこう。いや、これ、はははさんやばくない、はははさん大丈夫、大丈夫かな、いるけど。めちゃめちゃ塗りなしで隠れてるけど。絶対これやられるでしょ。ほら、もう、ああ、飛んでいく、うまい。そのジャンプはうまいぞ。さあ、あとこれ1分後には僕、矢倉乗りますからね。いたずらキッズ、サバさん出るからね。え、来てるな。大丈夫かな？いや、いるね、いるね。さあ、あと残り1分後にヤグラ乗ります。いや、1分後どころか、鬼坂来たら乗ろう、ヤグラ。乗って鬼坂近づいた瞬間、ビーコン飛ぶ。最低な作戦です。まあね、僕のスプラトゥーンクルーもね、ヤグラ動かしちゃダメっていうルールはないんで、実は。やばい、来てる。めちゃ来てる。めちゃ来てるけど、僕が攻めしてることには気づいてないっぽいな。あ。待って、今回の動画何がしたいんだ？完全に虚無だったわ。何も感じなかっただろうね、あの、ナナシーさん、鬼の。何も感じず僕をキルしただろうね。もう乗った瞬間なんかすぐ殺されたもんね。こう冷酷に。冷酷に殺されましたからね。あと残り1分で。わあ、マジで、ちょっとやばい。今回の動画何したかったんですか、サバさんってコメントつくんだけど。ちょっとね、最後にちょっと、鬼さん、オールキルして終わらせてくれ。さあ、でもビーコン全部壊されてるな。あ、いいよ、いや、でも、ハッハッハとコンチーさんが一緒のとこにいるんだよね。で、元会長が向こうにいる。やばい、ちょっと今回マジでやらかしの、コンチーとハッハッハ、一気に二人やられてしまいました。さあ、残り元会長さんだけ生き残っております。さあ、鬼さんは、これだからね、あ、そっか、これ鬼さんあれだから、スペシャルあれなんだよ、マルチミサイルなんだよね。ボルドマーカー、待って、マジで全員キルしてるやん。マジで全員キルしとるやん。マジか。くっそー、これ完全に天罰下ったね。なんかもう意味わかんないドッキリをしようとした僕に、完全にお前は甘すぎるっていう、スプラトゥーンの神から天罰がされました。ということで、鬼のナナシーさん、オールキルおめでとうございます。ちょっと今回はちょっと作戦失敗だな、完全に。マジで何がしたかったのかわかんねえんだよな。
はい、ということで今回もねスプラトゥーンクロムやってみたわけなんだけど、いや今回はちょっと久しぶりにちょっとクソ動画だったかもしんない久しぶりにクソ動画、何がしたかったんだろうっていう感じだったんですけど、まあ、ちょっとあれだね、僕がヤグラに乗っても無視されるか普通に殺されるかどっちかだね。うん、悲しいわ悲しい、すいませんでした、なんかよくわかんないドッキリしちゃって。はい、ということで高動画面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。サバさんがかわいそうだと思ったら高評価よろしくお願いします。はい、ということで、ツイッターの方でねスプラトゥーンクレーム参加者募集してよかったらねツイッターの方フォローしてくれると嬉しいです。ということでまた見てください。ではベベ。